ジャパーニ君対戦お願いします。カズヤか、てか最近カズヤ減ってないですか？まだまだ全然いるけど、前ほどマッチングしなくなった気がするんだけど、どうなんだろう、たまたまなのかな。みんなどんな感じですか、対カズヤとのマッチング率は。あーちょ、これまずいか。あ、終わったか。うーわー、ちゃんと決めてくるタイプのカズヤね。さあ 0% 対、30%。 まあ正直カズヤに関しては単戦スマブラに持ち込めば全然こんなさ。あ、これおい、その2回メテをやるやつやってくれよ。今の完全ゴキブリ方法コースだったろ。はい、これ空車で決めていって、すぐさまストックをイーブンに戻していく。まあ正直カズヤに関してはどんだけリードしてても逆転される可能性はあるんだけど、それと同じくらいね、どんだけ負けてようが逆転できる可能性がある。俺ならば、そう、俺のキンクルならば。てか俺よく動画とか配信とかでカズヤ多すぎるから運営なんとかしろとかって言ってたけど、よくよく考えたらカズヤってあの試合時間短いし、なんだかんだ取れたくあるから、俺もしかしたら好きなのかもしれない、お前のこと。気づいたわここに来て、俺お前のこと好きだったわ。こんだけ対戦しないと気づかない俺でごめんな。なんかよくある男女の幼なじみが互いのことをずっとただの幼なじみとしか思ってなかったけど、本当は好きだったっていうことに気づいたみたいな感じで、俺も気づいたわ。俺お前のこと好きだ。ゴキブリだけど、あ、そのコース一番得意なんだ。 SGR さん対戦お願いします。来た俺の親友、大親友ドンキーコング。はい、開幕これちょっと猛進が入らなかったので、流れを捉えないように注意しながら立ち回っていきたい。さあ今回はどんな取れ高が余ってるんだ。もう取れ高あること前提。まあ、とりあえずね、この辺の序盤は王冠と大砲でチクチクダメージを与えながら、相手が焦って攻めてきたところをカウンターでいなすと、そういう感じの戦法でいきましょうか。あ、でもやっぱいいねこのドンキーコングは。ゴリゴリにインファイターだから、やっぱ展開が早くて楽しいっすわ。あー、ちょ、これ。さあ 61% 対 134%。 うーん、なんか当たったんですけど、銀さん、なんでだー。これあの銀玉の志村新八の真似なんですけど、まあ、僕結構声真似ゲーム実況者でやらせてもらってるんですけど、あ、声真似歌い手実況者だった。あ、実力派声真似歌い手実況者だった、まあ、なので声真似には結構定評が。んー、ドカーン。イエイさん対戦お願いします。電光石火ということで、はい、俺が電光石火、ちょっと猛進を決めて 31%。 そして、あー、うわ、最悪、レバガチャ間に合わなかった。まあいい、いい、時短スマブラでいこうこれは。しかもこれ2ストックだったことによって、開始7秒足らずで1ストックのルールに変わっていったんだけど、はい、これ外に出して、ジャンプがないですね君は。あーあーあー、おらー。マッチョイケメンさん対戦お願いします。今日なんかパワー系多いな。はい、これチョノス猛進は決まらない。てかイケメンといえば、俺ついこの間あのようやくね、僕がガチ恋してるかやくまさんのね、お店にあのようやく行ってきたんですけど、その時にね、あのかやくまさんと一緒に撮らせていただいた写真を、まあ、ツイッターにね、フォローしてくれてる人限定でアップしたところ、まあ、すげえリップ来て、なんか1500件くらいリップ来て、めっちゃなんかイケメンとか、思ってたよりイケメンでびっくりしましたっていうなんかリプライが超殺到して嬉しかったんだけど。そんなにイケメンかな。さあここジャンプを読んで空前でバーストしていく。まあ結構あの加工入ってる写真ではあったんだけど、すげえ嬉しかった、そういうリップいっぱい来て。まあ、なのでなんかそういう温かいリップをくれた方、本当にありがとうございます。あとよかったらね、あのツイッターに概要欄にあのツイッターのリンク貼ってあるんで、まだ見てなくてフォローしてないよっていう人はぜひフォローしてあの見てください。てかかやくまさんのカフェのアイスめちゃめちゃうまかったんだけど、あとなんかソーダ系のやつも飲んだんですけど、それも美味しかったですね。さあこれ空下うますぎだろこの復帰組織。コロさん対戦お願いします。今日めっちゃ重量級とマッチングするんだけど、こんな日めったになくないですか。なんか今日だけでガノンドルフに4回くらいマッチングしてるし、今日なんかガノンの日だな。さあ重量級対決ということで、まあ、クッパなんでね、まあ、重量級対決は絶対に負けたくない。なんか重量級対決負けるとすんげえもったいないって気がするんだよな。さあなんか倉庫を追いながら立ち回りめちゃめちゃ負けていて、 119% 対 33%。 あーやばいやばいやばい、ちょっと突っ込みすぎてんな、めっちゃガーキャンウィビー食らっちゃう。さあしかし俺のスマブラは超寿命スマブラ、こっからが俺の。ああ、これはまだいかない。さあ 155%、 まああと 40% くらいは余裕で耐えるかな、俺のキンクルなら、いや俺の超寿命スマブラなら。さあちょっとここはあのパーセントを食らわせていきたいところではあるんですけど、うおー、ちょこれまずいな、立ち回り普通に負けてるから。あー、これはラッキー。
とりあえず後ろに投げてここ復帰阻止変えたい。あー今クリティカルウィンドウ青い吹雪、いやでもあのパーセントでは飛ばないか。とりあえずこれ上投げで 20% 確実にダメージを稼いでいって、あこれも美味しい。さあこれレバーガチャはしないタイプですよね。なんか本当にね上手い人って最近ビッグマッチレバーガチャ全然してこないんですよね、読み合いなのか。そしてあこれいっちゃうんじゃないの、立ち回り負けてても関係ない。 J さん対戦お願いします。さあ次の相手はテリー伊藤ボガード。開幕はもちろんちょっと申しは決まらなかったが、向こうもよくわかんないタッグを開幕やってきたせいでなんかお互い気まずい感じになっていく。ちょ一気に喋ったから息でした。酸欠回避。さあここは見聞色の、え死ぬの今、生きれただろ。てか俺の今見聞色バチコリ発動しましたね。さあ 0% バーストでこれは、あー今吸い込んでたら勝ってたんだけどな。後ろに来いって投げて、さあ 30% 対比 15%、この試合も高速試合が狙えるんじゃないでしょうか。まあとりあえずテリーは復帰借りやすいんで、テーパーでもガンガン外に投げてあの復帰阻止で勝っていきたいですね。さあこれも外投げて上から来る、うわもう一丁、これも横スマ、全部横スマ、データスマブラが冴えてますね。ケイタさん対戦お願いします。さっき最近数が減ってきてねって話した気がするんだけど、全然そんなことなかったわ、全く減ってない、ちゃんといる、ちゃんとゴキブリだわこいつは。やっぱりまあそう簡単にゴキブリは減りません。あこれナギゴキブリホイホイ。さあまずここ1匹目のゴキブリがゴキブリホイホイに引っかかっていく。おいやめろそのステップ、ゴキブリステップやめろ、ゴキ捨て気持ち悪いんだよそのステップ、本当にゴキブリにしか見えなくなるからやめた方がいいぞそのステップ、そのコース、ああゴキブリホイホイからのそのコース一番得意なんだっていう俺の王道な必殺技は2連で終わらせようと思ったんだけど、そう簡単には終わらせてくれないみたいだね。おいやめろそのゴキ捨て、ゴキ捨てキモいって、いやいやマジこいつずっとゴキ捨て使ってくるんだけど、ゴキセットかけたのか、あこれだ、あ大丈夫、もうパーセント食らいすぎて、ね、何のコンボが入らない、つかみからの。さあ 167% という、あー俺が今はてめえゴキブリの分際で煽ってんじゃねえ、図が高いぞゴキブリがよ、ボケが、お前コンボ当てれば勝てるって思っちゃってんだろ、言っとくけどそんなの余裕で抜けられるから俺が本気出せば。あとそのキャラ適当に下スマ振ってるやつ勝てっから、ぶっ潰してやるよ俺のこの下スマで、ゴキブリをスリッパでぶっ潰すみてえに、俺の下スマでお前のことぶっ潰してやるよゴキブリみてえに、この害虫がよ、害虫バカ、ほらな、うんこでも食っとけ。フライビーさん対戦お願いします。もう俺今日何回ガノンと戦うんだよ、リアルに7000くらいやってんだけど、果たして何試合が動画化されてるんでしょうか。ああこれこれレバガチャで抜けられるんですよね。さあまずレバガチャで俺が鮮やかにこの横火を抜けていって1ストック先制していく。あれ結構ガノン戦よくあるんだよな。さあここも高速 J を狙っていきたい、そのコース一番得意なんだ。そして大外からしっかり帰ってくることによって相手の復帰を助けない、これもポイント、美しいポイント10点。そしてあーごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっともうあの早めに煉獄で終わる、どうやら資格が奪われていたようですね。はい、ということでまあ今回はこんなところですかね。なんか今日すげえ重量級っていうかパワー系とのマッチングが多くてすげえ楽しかったんだけど、はい、ということで動画は以上になるんですけれども、まだチャンネル登録と高評価してないよっていう方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとねツイッターのフォローも概要欄からいきますんで、そちらもぜひお願いいたします。ということで、また次は次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。